はい、こんにちは。栃木の竹志農場です。用水際のね、除草剤散布します。この堀にね、覆いかぶっている草は、このまま草刈りやりますと堀に落ちちゃいます。で、堀に落ちた草は、下流の方行ってね、水口塞いでしまいますので、まあ、せめてね、自分の家だけは、用水側にね、草を落とさないという意味で、これから除草剤を散布します。他の農家さんはね、多分草刈りやっちゃってるんだけどね、うちはこの用水の際は草刈りはしません。行ってきます。いやいやいや、びっくりしましたね。今ヘビがいました。向こうも怖かったでしょうけどね、こっちも怖いよね。まあ、この辺にいるヘビは、毒のあるヘビはいないと思うんですけどね。何ヘビって言うんでしょうね。青大将ではなかったみたいですね。もうちょっと小型のヘビでした。まあ、あぜの草刈りやる方ね、結構そういうのいますので、気をつけてなさってください。はい、用水側のあぜ際、あぜ際じゃない、排水際、除草剤散布終了です。